もし答えが分かったら、教えてくれ、アレン君。アレン君って言ったぞ。キュート。かけら。お母さん、お父さん。かわいい。行かなきゃ。いろいろな本が並んでるよ。並んでるよ。いろいろな本が並んでるよ。オッケー。日記帳読む。家を買った。とは言っても元は施設だったところだ。これ先生。うん、かな。僕には広すぎるな。しかも迷ってしまいそうだ。またクリフにお世話になってしまった。今度改めてお礼に行こうと思う。クリフ、友達か。あのさっきの同級生っぽかった人かな。かな、うん、今日一人の女の子を迎える。数日前火事が起きた家の付近で発見。どうやらその家にいた夫婦の娘さんらしい。ほう、うん、私以外にもう一人いると強く訴えてくる。レティちゃんか。ああ、彼女にはもう一つ人格があるようだ。家具や生活用品は二つずつ与えた。ああ、どうするべきか悩んだが、研究すべき対象がこうして見つかった。預かることにした。うん、今のところ発症の前兆はない。発症？二人目の女の子を迎える。三日前にもらった手紙にそれまでのことが事細やかに記されていた。チェルシーちゃんか。あの、お手紙交換してたよね。いろいろあったためか以前のような明るさはなくなり、自分とはあまり話をしてくれそうにない、うん、もう一人のことは少しではあるが楽しそうに話をしていた。ゆっくりとだがこちらも話ができるように行動していこう、うん、今のところ発症の前兆ない。何の病気？なんかの病気？3人目男の子を迎える。話をいただいた時は驚いたが、母親の様子からこちらに引き取ることを決めた。ジョシュア君か、うん、よく喋るがその言動は死に滅裂最近ツイッターでよく見れてた。そうそうそう、ツイッターでよく見れてた。死に滅裂としている。前二人が女の子なので少し気まずそうだったが、数日経った今では普通に遊んだりしている、うんうん、今日は3回ほどカエルを頭に乗せられた。少しやんちゃが過ぎるところがある。かわいい。今のところ発症の前兆はない、うん、4人目女の子を迎える。森の奥にある町から歩いてきたようだ。歩いて、うん、聞けば最近新しく出てきた謎の病で話題に上がっているところだった。どうやら町は全滅してしまったらしい。この子には耐性があったのだろうか。少し興味はあるが今していることとは関係がない。女の子もその話はしたがらないようだ。なかなか会話が難しい。他のことはあまり接することなく自室でよくピアノを弾いている。うん、うん、今のところ発症の前兆はない、うん、どの子も発症の可能性は大きくあり、しかしなかなかその前兆は現れない。何の病気？わかんない。そもそも前兆などあるのだろうか。あの時はどうだったっけ。頭痛がしてきた。一旦やめよう。ああ。ページ分破り取られている。5人目の子を迎える。あの事件の時この子は 外に出かけていたそう。事件のショックからか記憶喪失だと彼は言う、うん、一目見て驚いた。直感ではあるがこの子は発症寸前だろう。あら、アレン君？うん、かな。注意深く観察していくことにする。あれから2つの季節を過ごした。僕は何をやってるんだろう。また胸が焦げるような感覚に襲われる。あの日の光景が勝手に再生される。これは、ああそうか、もうすぐだ、きっと終わる。頭が痛い。ごめんね、フィオナ。誰？一番後ろに紙切れが挟まってる。ああ、手帳の切れ端。気がつけばいつもの世界。あの子は今日もお休みをしたままだ。僕はたくさんの人を愛した。
でも僕が愛されることはない。あ、どうしてだろう。ああ、もっとたくさん愛さなければいけないのだろうか。でももう悪いやつはいない。僕の周りにはいい人しかいない。猫は悪いやつしか愛してはいけない。いや、いや、それは愛してはじゃないかもしれない。やっぱ殺してかな、かな。殺してはいけないという、悟してはいけない、悟してはいけないという。どれが正しいのか僕にはわからない。何もわからない、何も知らない、うん、ただひたすら僕は悟されるために人を、いや、殺すかな、やっぱり、うん、殺すかな、殺そうとしている。わかんねえな、うん、あ、どういたか、影かかってたのか、うんうん、もうないかな、うんうんうん、いやー、あ、読む、何何なんだ、小さな手帳、ああ読む。ナイトメア症候群の犠牲者が未だに増えている。これのことか。あいつらはいい餌場、うん、を見つけたと喜んでいるのだろうか。世界に引きずり込むためにあいつらは世界に何かをしている。親が突然子供に暴力を振り見捨てて突き放すのはきっとウサギの力だろう。お、猫も何かをしているはずだ。僕はあの時何を言われたっけ。お前から奪ったのは一つだけだ。本当に一つなのだろうか。一つ奪われるだけで人はこうも簡単に潰れてしまうのか。猫が嘘をついているのか全くわからない。時間がない、時間がない、もう時間が、また扉が、また扉が、うん、うん、え、ナイトメア症候群ってこと、うん、悪夢。ああ、その病気があの夢を見せてるってこと。どこ、どこってこと、ってことセーブするか、うん、これはなんかこっちとこっちでな、何、こっちはこれ関係ないのか。お、うん、え、うん、あ、うん、あ、はあ、え、なんだ、お、あ、先生、アレン君、でっかい、うん、ここに君がいるということは猫はやっぱり信用できないな。本当に君たちは約束を破るのが得意だね。ごめんなさい。全く困るよ。ごめんなさい。うん。あ、その鍵のナイフ。それを先生に渡してくれないか。今すぐにだ。ごめんなさい。早く。ごめんなさい。あ、え、どっちがいい？へ、渡した方がいいのかな。へ、渡したらどうなの？渡す？渡すか。渡すか。いい子だ。ん？え？え？あ、えー、あ、先生！あ、でもなんかここは別に普通だ。普通だ。はは、痛くなんかないじゃないか。これで終わるよ。この悪い夢がね。そうだな、最後だ。僕の話を聞いてくれるかい。いいよ。え、あ、あ、え、なんだ。僕はね、世界は初めてじゃない。前にもここに来たことがあるんだ。ああ、お、ナイトメア症候群。本や新聞をよく読む君なら一度は聞いたことがあると思う。いや、初めて聞きました。眠りから覚めずそのまま魂を失ってしまう病気だ。怖っ。わお。原因は不明だと言われているが、心を深く闇に閉ざし苦しんでいる子供が発症するんだと僕は思う、うん、お、気づいたかな。表向きでは心を深く傷つけた行き場のない子供を引き取り傷を癒し生活をさせる、うん、裏ではこの病気を発症する可能性のある子を観察し研究する。ああ、先生がね。嫌な気持ちにしてしまったね。ごめんね。どうしてもこの夢を、世界を壊したい。僕は世界で大切な人を目の前で失った。
あの時からずっと他のことなんて考えてなかった。僕のわがままだ。フィオナちゃんくん。だから君が来た時はすごく驚いたな。もしかしてと思った。あの時の僕に似ていたからかもしれない、うん、君を少し不幸にすればすぐに発症したんだと思う。でもできなかった。そのうちに僕の扉が開いてしまった。僕一人が来るはずだった、うん、発症寸前の君たちの分も取り込んでしまい、入り口が大きくなってしまったみたいだ。先生の世界だったんだけど、みんなも開いちゃったってこと。ああ、なるほど、うん、ここでいろいろ試しても見たけどどれもダメだったよ。ああ、扉を開いたのはアレン君だが、君は何も悪くない。全部僕のせいだ。大丈夫大丈夫大丈夫。ほら、これは僕の夢だ。僕の世界だ。弱さを作りすぎてしまった。気がつけば抱えきれず溢れてしまっていた。だから僕が終わらせなければいけないんだ。あの子のためにも。あの子だからやっぱり女の子か。僕は頭が悪いからな。あの子にもよく言われたな。長く研究したけど全部ダメだったみたいだ。これあげるよ。ロケットペンダントで、ああ、君が一番欲しがってたものあげられなかったしね。何だったんだ。僕が与えられなかったから、それがどういうものかわからないんだ。ごめんね。何もないならこれから作っていけばいい。君には素敵な友達が周りにいるじゃないか。ゆっくりでいいんだ。アレン君は頭がいいから大丈夫だよ。そうだな、僕はこれでも大人だから、あいつらには食われないだろう。あいつら、あの猫とかウサギとか、うん、こっちでどうにかするさ。連絡先にクリフという人の番号がある。僕の名前を言えば、あとは君たちをちゃんと助けてくれるから。あれか、あの人か、うん、僕のただ一人の友人だよ。とてもいいやつだ。大丈夫。どうした。僕のこと忘れてくれ。ちょっとお尻が死ぬ。そうすれば僕みたいにまたここに来ることはなくなる。おやすみアレン君。なんて言った。なんて言った、先生が死んだ。手帳の切れ端を手に入れた。どうして僕が殺されないのか。あの時殺せたと思っていたけど、きっと僕は殺すことなんてできていなかったのだろう。本当に殺す、これ。どのどだって僕は殺し方を知らないのだから。愛し方じゃない、やっぱり。どうなんだ。これからどうしよう。すべて失った。何もない。ああ、すごく眠い。愛してかな。愛してじゃない。どっちでもなんか当てはめれるの、うん、深いな。誰か僕を愛してくれ。どっちを当てはめても深いな。バツバツがさ共通なんだとしたらさ、うんうん、ほら愛のかけらとかあだったのかもしれない、うんうんうん、何の音。あ、この音だ。私が苦手な。これ終わったわ。今日は音みたいな。うん、あれ戻った。あ、帰ってきた。どういうエンディングなのだこれは。わからない。ちょっとセーブするか、うん、ちょっと新しいところ、うん、9ね。はい、自分の服喋、うん、る。あ、喋、うん、らない。あれ、あ、喋らない。まだ終わってないのか。あ、喋らない。ステラちゃんはいつも通り、うん、先生はどうなったの。先生あー寝てる。反応がない。顔まずくない先生。BGM。
おやすみ、先生。え、え？真っ黒。なんだこれ。ぐしゃぐしゃだ。すげえ。どういうエンディングだったんだこれは。あー鳥肌。うん。ちょっと待って、まだ先生の部屋で調べられそうなことあったな多分。とりあえずでもエンディング1個回収。わお。わお。なんだバッドエンドなのかこれは。だよね。だよね。どう見てもそうだよね。だよね。え、ハッピーエンドとかあんの？どうなんだろう。ちゃんと全員こう生還してほしいんだが。え？世界に閉じ込められちゃったってことだよね。先生が。うん。いやー。ああ。いやー。いやーいやーいやー。ドリーちゃんの推しが。推しが。推しが。やめて。でもめっちゃいい曲だなこれ。いろいろ分岐あるんだろうな。なんかエンディング7個あるらしいんですよ。うん、そうそう、全部見たいけどな。ねえ、今日中には無理かな。無理かな。いや、とりあえずこの先生のルートちょっともうちょっとだけ見たい。ちゃんちゃかちゃんちゃん、チャン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 。へえ、しっかりしてんなエンディング、うん、どこで間違えたんだろうね。あれか、鍵を渡す渡さないか。あー、鍵。アリスメア。ああ。あ、エンディング。おやすみ。やだ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 。推しが幸せにならないエンディングはやだ。そうよ。ちょっと待って、調べさせて。なんか見れないのかしらね。ね、先生の部屋で。どうなのかしら。よいしょ。なんかない？なんか、あ、基本操作だったわ。この本あったっけ？これ日記帳がある。なんだこれは。パスワードか。わかんねえ。ティーチャー、うん。名前？名前？うん。日記帳。日記帳。彼の。いやでも先生の名前わかんねえんだよな。パスワードあるぞ。パスワードあんの、うん、え、いいのそれって。いやでもなんか日記を読み終えると、うん、なんかまたエンディングがある。あ、そうなの、うん、じゃあ打とう。これ何、デイビッド、え、名前先生のかで、ああ、うん、うん、この世界へ戻ってきた。フィオナは自分にナイフを刺した。あの夢を見たのはフィオナだったのか。じゃあ僕もきっと夢を見るのかもしれない。嫌だ、失うのも犠牲にするのも。フィオナはそのまま眠ったままだ。悪魔は魂を食う。時間はあまりない。先生がいろいろとしてくれて学校へ行けることになった。あまり気が進まない。一人うるさいやつに絡まれた。クリフという、クリフというらしい。関わりたくない。静かに過ごしていけることを祈る、うん、その夕方フィオナは魂を失った。間に合わなかった。これからどうしていけばいいんだろう。ほう、今日もクリフと遊んだ。なかなか面白い話を聞かせてくれる、うん、無理やり引っ張り出された時はどうなるかと思った。彼はいいやつだ。
とてもいいやつだ。だから、うん、先生は明日退職するらしい。子供が生まれるそうだ、うん、僕は海外へ行く。少し不安だが、クリフもいるし、きっと大丈夫だろう、うん、僕の小説が大きな賞を取ったらしい。クリフがどこかに応募していたみたいだ、うん、あ、小説書いた、ね、クリフの名前で応募したってことか、うん、言ってたね、そういえばね。そのことで彼と少し喧嘩になってしまった、うん、世に出す、 あ、ごめん飛ばしちゃった。いや、僕はあまりそのことに興味はない。最近同じ夢を見る、うん、あの時の夢だ。あの子が怒っているのだろうか、それとも苦しんでいるのだろうか、うん、早く夢を壊さないと、またあの子や僕のような子が出るかも、うん、あ、愛かな、やっぱり。あ、愛とは何なのか分かるかもしれない。まずは仲直りをしてこようと思う、うん、ごめんねなんていうのは何年ぶりになるんだろうか、うん、おう、うん、あーあー、うん、見れるようになってる。はあ、これがフィオナちゃんかな、うん、右にいる。フィオナちゃんの立ち位置は何だろうね、え、分かんなかったな、うん、いろいろ妹、姉、恋人、いろいろありますが、何なんでしょう、何なんでしょう。今ちょっとね、デイビッドって読み方合ってんのか調べて、あ、なんか意味とかもあるのかな、ね、調べて覗き込むがエンディング後で、今のがこのエンディング7、うん、7か、最愛、おー、鳥肌立ったやばい、最愛だって、鳥肌立ったそうか、だから自分の名前嫌いだったんだ、うん、愛を知らないから、うん、うわー、深すぎる、やばい、先生推しすぎる、はあ、デイビッド、マジか、デイビッド先生、いや、もうなんかいろいろあったんだろうなっていうことはこの絵で伝わってくるんだが、うん、細かい背景が知りたい、うん、うわー、やっぱり髪長いな、アリス・メア、うん、エンディング攻略してな、トゥルーエンドあるんだな、ね、あるのかな、あるある、今見てる、まだ見てないんだな、うん、おはよう先生、誰の声、わかんない、ほら今日も届けに来たよ、ははそろそろ置く場所もなくなってきたよ、クリレティは相変わらず遊びにばっかり誘うんだ。チェルシーは少しずつだけど他人とも話ができるようになった。料理がとっても上手になったよ、うん、ジョシュアは好きな子ができたって言ってたな、あら、うん、ステラはいつも呆れた顔をしてるけど楽しそうにしてるよ。あ、クリフじゃないんだ、あ、誰だ、アレンか、アレンか、クリフさんもお世話をしてくれる人たちもみんないい人だよ、うん、忘れることなんかできるわけない。僕たちにとっての先生は先生だけなんだからさ。夢を壊すから、そして助ける、絶対に、絶対にね。うまくいく確率はすごく低い。方法は見つかってるけど、それまでちゃんと届けるから。先生も知らないって言ってたもの。それまでおやすみ先生。これがトゥルーエンドなのかな。ああ、大きくなってる。これがトゥルーエンドだ。え？うん。トゥルーエンドなの？これトゥルーエンド。ほら。見ちゃったよトゥルーエンド。あらー。あらー。エンディング。でもどっちみち先生はなんかダメなんだ。うん、
愛されるもの、やっぱ愛だったんだ。え、かわいい ね、 ねいやなんか鳥肌、うん、うわ、終わっちゃった。これがトゥルーなの？マジか。いや先生は幸せになんねえか。なるほど。何年のか。何年だ、うん、じゃあ他のなんかキャラクターのエンディングとかもあるみたいだから、あるある、それをじゃあ次回見て、うんうん、この実況終わりにしようか。そうしよう。わあ。わあ。ということで、うわあ、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。先生。推しが。